はーいお疲れ様です。元光です。今回の話なんですけど、あの、ぶ ブックオフがですね相当やらかしてるっていうようなそんなお話なんですけど、まあ、ブックオフ及びハードオフ、まあ、要するにリサイクル店ですよねリサイクル店から3200万円相当の在庫が所在不明となり関与が疑われる店長が調査中に失踪ブックオフなどの運営会社が調査結果を公表だーって、まあ、ある店長が不正をしてお金をね盗んで失踪してるという話になるんですけど架空回転 をやってたみたみいなんですよ、ね、まあ客や会社を騙してですね自分の懐にお金を入れていたとそして自分は失踪してというような店長がやべえじゃんっていう話ではあるんですけどまあただこれこの店長 店長だけが悪いいいっていう話じゃないんですよね複数店舗でも疑惑があるっていうことで一気にですね店を転休にしてですね休みにして棚卸しのチェックが入るぞーっていうような話なんですよね神奈川県は71店舗のうち45店舗も1回ね棚卸しするわーみたいなことになってるんですよ、まあ、相当ブックオフやばいというところで、えー、株価も暴落してるっていうような話なんで今回その件についてね見ていこうかなと思います元ののチャンネルでは時事ニュース系のことを話して できますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、ということで買い取り販売のリサイクル店の不祥事になるわけなんですけどやっぱリサイクル店って普通の商売以上にさらに信頼がね重要なことだと思うんでもうそんなリサイクル店信用失ったらもう完全に終わりじゃないっていう話ではあるんですけどブックオフなどのリサイクル店を運営するエコーノスは25日 店舗にあるはずの3200万円相当の在庫が所在不明となり関与が疑われる店長の行方もわからなくなっていることを明らかにしましたということで3200万円の在庫とね、帳簿が合わないっていう話なんですよね3200万円分のものどこ行ったんだってでエコノスがまとめた調査報告書によりますと今年4月に行った内部監査で買い取ったはずの商品が見当たらないなど在庫の不備が見つかりましたということで とこで架空買取をしててるっううよよなな話なんですよねその後調査を進めた結果2021年5月以降リサイクル店の店長が商品の買取を予想い取りを装い買取額に相当する現金を不正に取得したり店舗から在庫を持ち去ったりした疑いがあるということですともうやりたい放題やってるわけですねこの店長。 まあこれ、ね、もっと分かりやすく説明してくれてる人がいるので、こっちは見ようと思うんですけど、えー、本社が硬貨買い取りしますよって言ってて、でお客さんが、ね、お売りに行くかってなったら、店員がね、ああ、これは値段つきませんね、タダで引き取りますよっていうことで、客はまあ、いいかということで、まあ、引き取ってもらえるならということで、ね、タダで引き取ると、店員は、ね、10万で買い取ったことにして、金はいただきたーって、うちはマジで硬貨買い取りしてんなーっていうことで、本社としてもちゃんと、ね 効果買い取りをしてるっていうことにもなり。 客とししてててはしょううがななないいかっっ流れになってたわけなんですよね。そして間のね店員店長がお金と商品を持っていくというむちゃくちゃな状態だったわけですね、まあ、こんな感じでね専門家が説明してるんですけどこれ値段がつきませんと言って商品をタダで引き取るそして顧客には買い取り金額を払わずでも払ったとして、えー、店員が着服する方法だとかなり発覚しづらい本社が調査に乗り出しても簡単に全容解明はできない可能性があるぞっていうふうにね言われてるわけです

客にはこれ0円っていう風に騙してで本社に対してもこれ買い取りましたよって騙してるわけなんですよねそんな店があるぞということでやばすぎるよねで報告書ではおよそ3200万円相当の在庫が所在不明になっているとしています関与が疑われている店長は先月9日内部監査の担当者から不明となっている商品の所在などについてヒアリングを受けている途中で失踪し現在も連絡が取れない状態だと いうことですとむちゃくちゃゃくやってんねこの人でこの店長は店に陳列している商品をはじめ買取後に店内のカウンターに一時置いていたりバックヤードに保存していたりした商品を従業員が手薄になる時間帯を狙って店の外に持ち出していたとみられますと、まあ、お金も物も外に持ち出してるわけでしょうありえないよね調査報告書をまとめた特別調査委員会は買取時などのチェック体制や管理体制の甘さを指摘 報告書を受けてエコノスは社長の月額報酬の30%を1ヶ月減額するほか上司2人を懲戒処分とする予定です。エコノスは今後このようなことが二度と起きないよう役職員一同真摯な努力をしてまいりますとコメントしていますということで、まあ、この店長がやべえぞという話だったわけなんですけど。 まあただ、この店長だけじゃないみたいなんですよね。今回、ブックオフのこんな感じでね調査報告のね公開がされているわけなんですけど、特別調査委員会の設置に至った経緯と、当社、えー、子会社が運営する複数店舗において、従業員による架空買い取り、在庫の不適切な形状およびこれらによる現金の不正取得の可能性があることが発覚いたしましたということで、複数店舗なんですよね。もうここだけけじゃなないわけなんですよ。 すしブックオフが、えー、お店休みにしますっていうようなねそんなお知らせが出されてるわけなんですけどブックオフの架空買い取りに伴う7月1日の棚卸し神奈川県は71店舗中45店舗も棚卸しするのかーってこれを機会に海を出し切れるといいねーっていうことでもうこんな一 ですね、えー、チェックしないといけない店舗があるぞっていうような話なんですよね、まあ、今回不正をしていた店長が悪いっていうのは当たり前なんですけどただそんなのが簡単にできるシステムだったというような状態でもあるみたいなんですよね。 まあこの話ってブックオフだけじゃなくてハードオフでも同じことがされてたわけなんですよね、えー、そんな中ブックオフとは全くの別会社ですがハードオフの系列店でも従業員による不正が行われていたことが分かりましたと楽器やパソコンなどを中心に中古品の買い取り販売を行うハードオフ不正は北海道の店舗で起きましたとで運営会社が25日に公表した調査報告書には3200万円相当が不明店長が失踪と書かれています具体的な 手口はこうですということで手口も今回の店長に関しては説明があるみたいなんですよねまあ、手口もここで書かれてるんですよね通常客が買取を依頼してきたら店のタブレットに客や商品の情報を入力しますしかし40代の店長は客が来ていないのにシステムから過去の顧客情報を呼び出し商品も架空の情報を入力していましたっていうことで本来お客さんが商品と、えー、まあ名前を書いたりして 売るという、まあ、買い取りの流れみたいなんですけどただそこにですね物も存在しない勝手に、えー、過去のねお客さん顧客の情報を使ってですね売っ てきたたたといいう体にしてたみたいなんですよねもうむちゃくちゃなことしてるんですよそしてさらに商品の画像は店にある似た商品などを撮影しましたということで、まあ、物がないからこんなものですということで証拠の写真っていうのをねえ似たようなものをえ写真撮っていたとでさらに客の本人確認も保険証やマイナンバーカードならば項目にチェックを入れるだけなのでそこを悪用したと見られていますということでまあこういうのを見てるとやっぱシステム的にちょっと問題があるよね そのこの店長が悪いのはもちろんなんですけど、えー、会社としてちょっとシステムに問題ありじゃねまあまりにも簡単に不正ができるような状況な気がしますけどねでさらにこうすることで通常は客に渡すはずの買い取り代金を自分の手元に入るようにしていたというわけですと。 客の情報とか使ってお客さん騙してるような形になってるわけですね。で店長の不正は架空買取だけではありません。店舗内の在庫を無断で持ち去る打ち引きも行っていたと見られていますと。 店舗内の在庫を無断で持ち去る、内引きも行っていたと見られていますということで、勝手に物を持って行ってたと。本来であれば、月末の棚卸しで在庫がないとなるはずでしたが、この店長は隠し持った商品のバーコードを読み取り、商品が店内に存在しているかのように装っていたのではないかということですと。だから、バーコードだけ置いといて、それをスキャンして棚卸しをしてたということなんですよね。相当悪質だねまあ会社自体も騙していいたととうことなんで ですけどこんな。 ののが簡単にできるるというようよよなそのシステムもやっぱ問題あるよねこれ、まあ、リサイクル店ってお客さんからの信頼が何よりも大事だと思うんですけどこんなことしてるって思われたら誰も売りにも来ないしここで買おうとも思わないよね、まあ、こんな相当やばいことを会社の中で複数店舗でやってたんだったらもう会社ごとね信頼は落ちるんじゃないのかなと思います、まあ、実際にこんな感じでねあのもう株価がね暴落してるという話なんですよね 株価が一気に下がっていますねって何やら客には0円と言ってただで引き取り会社には実際の値段で買い取ったことにしてお金は自分がもらう悪どいですねっていうことでブックオフの株価が下がってるっていうことがね言われたりしますネットネイクも見ていこうと思うんですけどブックオフ400店舗以上休業へハードオフも架空買取り 買取業界の不信じれなくなったら終わりだよねこれ。他には闇深い企業だと思った人々に本を大量に持ってこさせて二足三文で買い取る不要な本は買い取れませんと突っぱね。買い取りしても数十円なんて殿様商売そして後日売ってる棚を見たら買い取りの何倍もの金額で売っていたブックオフ複数店舗で不正かーっていうふうにね言われてるんですよね。 って,言って言われてた本がめっちゃ高く売られてたーってなるとはーってなりますよねまあそりゃ利益出すためにプラスで値段はつけないといけないですけどあまりにもひでえだろうみたいな声がねいっぱい上がってたりもしてたんですよね例えばこういうのとかねエッグって50円で買い取りで500円販売エッグっていうことでこんな風に買い取りをしてもらったぞみたいなね写真が上げられてるんですよねこれドラゴンボールの完全版ねで実際に、えー、棚を見てみたら500円で売ってんじゃねえかよーっていうことであまりも あまりにもそれはひどすぎるだろうっていうふうにね言われてたり、えー、他には、えー、ブックオフで架空買取して金抜いていたやつらがやばいのは言うまでもないんだけど複数店舗で同様の事案が発生していたのであれば仕組みが悪いんだろうなっていやそうだよね。 複数店舗で同じような架空買取っていうのが行われてたんであればもう完全に終わってるよシステム会社は社員を犯罪者にしないように不正防止の仕組みを考える責任があるぞっていうふうにね言われてます、まあ、もちろんやっちゃいけないのはやっちゃいけないけど会社にも問題あるよねこんだけ大きい会社だからそもそもこの企業うさんくんだよって買い取り安すぎで高く売りすぎだろっていうふうにね言われてますで、ねまあ、あ買い取りは安いのにえ売るときはめっちゃ高いじゃんっていうふうにね言われてたり 他にはブックオフ架空買取よくもまあそんなせこいことを思いつくもんだなってそんなんいつか絶対にバレるのにって店長もなんでこんなことしてんだって感じがしますよね他には今話題のブックオフ今日緊急で棚卸ししていてフロア全部シャッター閉まっていて笑うたーって昨日の告知で今日やるって相当やべえやつなんだろうなということでもう会社としてはふざけんなよって多分なってると思うんですよねだって あると思ってた3200万円がないわけですからね。もしかしたらこれ以外の話でもめちゃめちゃ在庫がないっていうような可能性もあると思うんでね。まあ、なので一斉にね、こんな感じで棚卸チェックがされてるわけですね。まあ、ということで今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。